始まりました。始まりました。ありがとうございます。水切れとです。今日はね、ホームレスまなみちゃんと1年企画。今に30年食べてみて、いろいろね、生い立ちであったりとか、状況を聞いて、今日お腹いっぱい食べてもらいたいなと思います。そしてね、ハッセルの V もいます。よろしくお願いします。じゃあ、まなみちゃん、今日の意気込みを。お腹食べて、お腹壊したいと思います。いただきます。いただきます。スタジオのメールで何が一番好きか？タラコパスタ。あ、タラコパスタある。これ全部ですか？山田君来た。ありがとう。最近あった衝撃的なエピソード。レイプ。マジ？なんか財布取られた。マジ？やばくない？もうない。どこで取られたの？ホテル2万円払ってたから、行ったら取られた。したら、あ、マーサーが、うまい、うまい。これやっぱ、おかしいね。レイヤ君と全然違うわ。レイヤ君どんな感じや？レイヤ君冷たいから。全然冷たい。絶対食えない。食えるよ。本当？ちょっとビビってきたわ。これだけでしょ、この料理。いや、この後。いや、これ食べ物は終わり。まだまだ、これだけ。マジ？これもある。全部？いや、プラス多分何かしら。あ、ハンバーグすぎてんだけど。まなみちゃん、東大 A 判定だよ。え？超すごくない？すごい。アメリカのクォーター。え？それバチューだよ。厳しかったわ、言えたら。厳しかった。厳しかった。どういうのが厳しかった？いろいろ。昔からこういう性格？うん、勉強があんまりなかった。学校ではどんなさ生徒だった？優等生。問題とか起こせなかった？うん。怒られたこととかあんまない？ない。すごっ。マジで？いや、怒ると、親が出てくるから。あー、親が出てくる。なんで怒るんですか？親が詰めるみたいな感じ。すごいね。先生よ。マジで？やばくない？どっちの方が強い？どっちも強い。どっちも強い。え、殴ったことあるもん、先生に。え、まなみちゃんのお母さんが？どっちも、お父さんもお母さんもどっちも殴ってる。先生は？うん。マジで？マジで？そんなことある？いや、あるある。実はもともと半分しかなかった、これ。いや、違う。え、誰が食べたの？2人で？はよ。実はもともと半分しかない。それはやばいよね。ハーフサイズ。これはもともと韓国人。そうだよ。韓国ね、長いんだじゃん。韓国はね、でも日本の方が今長くなっちゃった。まだ若そうだね。26になる。あ、今25。お、意外と言っとるな。うん、確かに。そう見えて。あなた24。若。今年25。うん。なんか物差ない。いや、あるよ。3個差、1個差って結構変わるよね。何歳が理想？確かに。いや、年上が好きよ。まあ、そうだよ。付き合うんだったら年上がいい。今までだったらめちゃめちゃ年上。今社長だから。すごい。元々アルバイトで入ったんだけど、社長になった。すごいね。ずっとお店経営したいって言ってて。あれも社長兼プレイヤーだから、そんなお金ない。結構お腹いっぱい。そういうのはお腹いっぱいって言っちゃダメなんだよね。そういう企画だよね。だよね。お腹いっぱいって言っちゃダメな企画だよね。確かに。早くない？もう食べたい。ちなみに V ちゃんまだサラダしか食ってない。全部食べなきゃ。これめっちゃ何食べた？サラダだけ。サラダいいな、1本。いや、1食は食べる量は少ないけど、1日5食食べるから。え、タラコパスタ一番好きなんじゃないの？そうだよ。タラコパスタだけ。すごいね。炭水化物に炭水化物。確かに。俺もグルテンフリーしてるの。3人だったら結構大変なの。これとかさ、これとか、マネージいける？逆が。逆が食べる人初めていいんだよ。こうやって本当逆側から食べてるやん。味がしないんだけど、これ。あ、これね、ここでこれつけた方がいいよ、スパイス。君ね。ハンバーグ来た、ハンバーグ。サーキステーキの方から手にします。笑いすぎやね。まなみちゃんって面白い。私のこと初めて会った日の前から知ってた？あ、知ってたよ。あれ見た。知ってたんだね、二人とも。あれってもうやらせなし。やらせなしだけど、もうあれとはもう縁切ってるから。いや、もう撮影以来来ないし、撮影の仕方がなんか適当だから、なんかブスだねとか言われてたし、コメントで。なんかブスに映ってるねみたいな、なんかそういうクレームが多かったから。映りが悪く撮った。そうそう、なん
かもううざいから普通に。あれお金もらえるの？もらえるけど、別になんかいくらぐらいもらえるの？人によるなんか10分3000円で私いつも取ってる。10分3000円ってあれ何分ぐらいだ？1時間だったら1万円とか。ああ。から20分だった気がする確か。じゃあ6000円。あ、そういう感じ。でもお金ないからっつって4000円だった。え？20分でひどくない？そうなんだ。あんなに再生数って。そう。それよりもらってるよね絶対。絶対さ4000円以上もらってるよあれ。あれ個人でやってるの？そう、そしたらクレーム言ったら、いやまなみさんだけじゃないんで映ってるのとか言われて。この発言おかしいですよね。カフェの前だろ。あと撮影で関わったらやっぱハッピーでね、いてくれたら嬉しいよ。うん、ななみちゃんもハッピーで、いつもハッピーでいてくれたら嬉しいよ。誕生日もあっての、まあそれもあってなんか好きなだけいっぱい食べてほしい。でも本当に現金がいいよ。ちょっと生々しかったの。でも全然食べてない。もうお腹いっぱい？100円。やばい。いやそこはもうお金も払わないっていう。それはやばい。無銭飲食で捕まんないから。そうなの？うん、私無銭飲食何回もしてるもん。え？歌舞伎で、うん、そうなの、そうなの、うん、出来になるけど。でもその出演料プラス5000円にしてよ。じゃ あそのなんていうの、財布のあの野口英世の数あげるわ、もしあったら。え、でもお釣り来るやん。あ、お釣りあげる。あげれる。嬉しい。誕生プレゼント。まだ食べようよこれ。食べれる、食べれるよ。あれとくんのカメラマンなんだ。あ、そう。あ、そうなんですよ。マネージャーみたいな。そう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 、私と一緒やん。一緒ですか。なんかそうなの。確かに。もう食っちゃう、もう食っちゃう。じゃあ、はい、これ今結構僕らお腹いっぱいで結構頑張ったんですけど、まあ、5250円ぐらいで、ちょっとね1万円いこうかなと思ったんですけど、やっぱやらせみたいになって残しちゃうのもったいないなって思ったんで、まあ、全部ね食べたいなって思って、5000円が限界だね、4人でも。なんでね、ちょっと5000円分が限界だったんで、あの申し訳ないです。でもまた絶対次回1万円企画挑戦するんで、ぜひ見てほしいかなと思います。チャンネル登録と高評価とコメント待ってるにゃんにゃん。はいはい、まあね、どうでした？マジでお腹いっぱい。お腹いっぱいだよね。いやもうね、1時間も食べたらさすがにね眠くなっちゃってね。で、これから営業きちんやろ。食べきれるまですごい時間があったけど、無事食べれました。いやもう持ち帰りしちゃうから、お持ち帰り栄養厳しいんだからお持ち帰りしちゃう。そうだね、10万ぐらいで。まあ今度そのお寿司何皿食べれるかとか。やばいやばいやばい、消させるんでね、消させます。ダメだよ。やっぱお寿司何皿食べれるかとかの方が分かりやすいかも。寿司の方がいいかも。まあ、またね、あのぜひやるんで皆さん見てみてください。それでじゃあ薬いきますか。そうっすね。ではバイ。